新潟水俣病の患者認定を判断する県と新潟市の認定審査会が開かれ、審査した21人のうち19人が答申の対象になりました。認定審査会は医師や弁護士ら11人で構成され、リモート会議形式で開かれました。公害健康被害保障法に基づき、同居する家族の症状や阿賀野川の魚を食べた頻度などから審査され、21人中19人については来月中旬にも知事と新潟市長にそれぞれ答申することになりました。残る2人はより詳細な調査が必要として判断を保留しました。県によりますと、先月末までに延べ2713人が審査を申請し、716人が認定、1544人が棄却されています。また112人が未処分として審査の結果を待っています。